盛り上がってまいりましたね。やばい先輩、はい、試合開始まで何分くらいですか。あと40分くらいです。わー、はい、小林はもう試合が待ちきれなくて、はい、叫んじゃいそうでしたよ。あざかったですよ。あざかゴールって言いながら入りそうになりました。滝ってきましたか。あざかったですね。もう気持ちがゴールにね、かかりますね、はい、なおさんどうですか。いやー、興奮してきました。皆さんが今ダイジェストを見ていたときにワクワクしながらゴールシーンを見ている表情を見て、また後でこういうシーンが見られたらいいなと思いました。見られたらいいなんですけど、見られるんです。そうですかね、はい、分かりました。見られるんです。母さん今日怒られてばっかりですね。本当にね、神々ですね。私本当に冗談冗談。さあ、ロアッソ熊本のファンやサポーターは、はい、今日は別に我々の、はい、面白トークを聞きにいらっしゃったわけではなくて、はい、選手たちに会いに来たんです。そうですね。今日ね、はい、選手がですね、はい、3人、はい、ちょっと小林さんと、はい、俺たちもパワースター出してくれよと。お、あ、そうなんですね、はい、言われまして。嬉しいですね。それも選手たちはもう極めてますから、はい、はい、それでは早速ここは DJ 小林らしく、はい、叫び、はい、選手を呼び込んでいただきます。わかりました。お願いします。じゃあ一人ずつ、はい、呼び込みたいなと。はい、はい、お願いします。でどうしますか。ゴールはなしでも拍手で。じゃあ皆さん、じゃあ拍手で、はい、じゃあ拍手の練習一回してみましょう。はい、拍手。頑張ってますね。どうした小林さん、もう待ってるんですよ。もう涼しいから選手待ってますから。待ってますからね。はい、じゃあ選手、はい、では小林さん、はい、登場してもらいましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください、はい、ミッドフィルダー背番号11藤本チカワ。ほら背番号20白谷健太。背番号19ゴロジュンキー。ありがとうございます。もう一度、藤本チカラ選手、白谷健太選手、ゴロジュンキ選手です。ようこそ。ありがとうございます。では皆さん、もう少し前の方にお願いします。それぞれお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、藤本選手、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。キャプテン自ら。そうなんですよ、はい、藤本君が、はい、おい小林とパワースターあるそうじゃねえかと。お、同い年ですからね。同い年なんで、はい、お前なんで俺を出さねえんだと、はい、怒られましたよ、はい、じゃあちょっと来てくれよと。うん、分かったみたいな、そんな軽い感じで来てきました。どうですか、はい、だから俺もこんな司会者みたいな前でそうこれだけ確かに一人だけ違いましたね。そう、付き合ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、白根選手、この雰囲気はどうでしょう。あ、いいと思います。はい、そしてゴリオ選手、怪我はもう治りましたか。はい、こちらから合流してます。はい、あ、こちらね、お疲れ様でした。皆さん期待してますよね。そして、まあ、現在ロアッソ熊本の成績なんですが、9勝1引き分け13敗、勝ち点37、17位というところなんですが、藤本キャプテン、まあ、現状の成績どうでしょう。まあ、改めて言うことでもないけど、まあね、J1 目指してスタートした中で、まあ、厳しいところいますけど、まあ、その中でも、まあ、サポーターと一つになってね、いや一緒に頑張ろうという中に入ってますけどね。藤本キャプテンが復帰して勝利したゲームでは、カモン、ロッソ、ダンス、はい、最高ですね。あれは北島が言い出したことで。あ、そうです。北島選手はでも北島選手、うん、藤本選手、倉川選手、南選手、4人のベテラン勢で考えたって言ってましたよ。僕ら試合前ナイターだと朝動いた後に4人でいつもご飯食べるんですよ。はい、その時に北島があやりましょうよみたいな話してて、まあ、一番最初に言ってた試合は負けたってできなかったんですけど、まあ、その次の試合で勝ったんで、やろうやろう。その時知ってます、試合前に彼がコバさんと
試合後にゴール裏に人を集められますかねって聞いてきて、でやはり試合会場ってだから席順決まってるじゃないですか、はい、じゃそれ飛び越えてボール集まっていいのかなってちょっと思って一応古賀さんに確認してタルコキンの前にいらっしゃる古賀さん、アスリートクラブの古賀さん、はい、あ、いいんじゃん、はい、感じだったので、はい、試合前と試合後に僕行ったの知ってます？知らない知らない、みんなボール裏に集まろうぜみたいな、あ、知らない知らない、僕も知らない、誰も知らない、あれ多分上から見てる人は多分分からないと思うけど、下から見たらすごい、まあすごいでしょうね、人が集まってあそこにみんなが集まるとすごい絵です、すごいでしょうね、あれは。しかも藤本選手はみんなにちゃんとこういう段取りでお伝えしてたみたいですよね、まあ、あれはでも期待しても全部段取りしたいでもこの間の富山戦も岐阜戦も藤本選手がサポーターに3回やね、3回っていうバッチリ当たられてましたよ白谷君、あの時どんな気分でした、社さんの時は。自分の下から見てない、見てない、見てない、まあ見てないって言ったら次あたり90入りたいなと思う。そうですね、気合いですよね。そうですね、ゴルフどうですか、あの踊った時はみんなと一緒に。いや、自分は上から見てたんですけど、ちょっと軽く手を俺も一緒にこうやってカモンのね、振りを一緒に軽く参加しました、はい、やっぱね、参加してたら楽しいですよね、楽しい、楽しい。白谷選手、まあ、個人成績で言うと、今シーズンは12試合で、まだノーゴール、ちょっと寂しいところなんですけれども、今の心境どうですか。今はもう、ずっとサポーターの方に申し訳ないなっていう気持ちしかなくて、いや、本当これからまだ頑張りたい、言いながら後伝えするのはちょっと前の方で、まあ、まだあと10試合ありますからね、リーグ戦結構ざっくり聞くね、まあ、コンパクトにも確信をついていかないとザキヤマさん、申し訳ないですザキヤマさん来るよ、もうこうやって気をつけてよ、いやもっと来るな、風間さんもっと来るなもっときつい質問来るから、これを見てじゃあ、無理を出して、風間さんからだから、コマがバッて動くなんて揺れるんだってことすぎ落ち着きだけど、昔から昔から知ってる知ってる、そわそわインタビューでしたからね、青春したいから、そわ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 、お願いしますね、気が散りますから、あ、すいません、じゃあゴリオ選手、はい、いやもうとにかく怪我から復帰したのが嬉しいです。残りゲームに向けた気持ちを意気込み聞きたいです。あ、そうですね、やっぱり上から見てる試合が多かったんで、踊りにまだ参加したことがないんで、早くメンバーに入って活躍して一緒に踊れるように頑張りたいです。ですよね、はい、よろしくお願いします。それから今日の対戦相手リトホーリーホットが現在勝ち点43で12位ですね。第一クラブがロアスの方に勝ったんですけども、そうです、キャプテン、今日はゲームの、まあ、ポイントというか勝負のポイント、いかがですか。まあ、ミーティングでもいろいろ言いましたし、はい、あったんですけど、まあ、みんなにせっかくなんでね、見てほしいな、相手のボランチを、はい、まあ、いかに抑えれるかっていうのを監督がずっと言ってて、まあ、その辺を試合で、ね、せっかく一緒に見れるんで、あ、そういうところ見てほしいなと思う。で、まあ、個人的には今回吉原コーナーがね、はい、まあ、知ってる人もいると思いますけど、イケメンレディーが吉原コーナー、まあ、これは同い年ですけど彼が久しぶりにスタメンで出てて、で石吹さんと、まあ、35を超えた、ね、2人がまあ、どこまでやるのかな、しっかり抑えたいなっていうふうに言いますけどね。いや、皆さん分かりましたか、相手のボランチをどう抑えるか、そして吉原、鈴木、小僧に入れるか、はい、ということになります、はい、いや、でもね、先ほど藤本選手がイケメン吉原選手って言いましたけど、はい、もう藤本選手もイケメンだと思うんだよ、どこから付いてるんですかやっぱね、藤本選手イケメンだと思うんですよ、僕いい顔されてますよね、なんかあとさりしちゃってるんですけど、あ、でもせっかくですから、まあ、我々メディアの立場からはなかなか選手に聞けないこととか、はいはい、聞きづらいこととかあるんですけれども、はい、そこちょっと DJ コマからの立場で選手それぞれにちょっと Q&A 一言でお願いします。ここだけの話っていう、パワースタジオだけの話っていう、あ、ここだけの話ですね。そうです、そうです。なんかありますかね。用意してるんでしょ。ない。完全ノープラン。多分ノープランなんですよ。じゃあ藤本選手。はい。
で、まあ、累積警告でね、はい、出れないわけですけども、はい、その中で何回文句で言えるお話か文句で意味意味ですか意味で2回それがね、もったいないですよなんか文句って言えるかと思ってもったいないじゃないですか。なんでよ、なんでわざわざここで言うこれは、あの、小林さんじゃないと聞けない。もうなんか昔からもね、あの、ちょっと口が悪いんですよ。違うんですよ、関西弁みたいなのが、多分、あの、審判にはうまく伝わらないんですよ。でも、藤本選手の熱いプレーは僕は大好きですよ。そうでしょ。その別に、レフリーだけに言ってるわけではなくて、あの、味方だけに言ってるわけではない。自分にも気を入れられましたからね。あの、両方をパパーンって叩いて。まあ、でも、ここだけの話では、あの、審判に文句言ってるときは自分も良くないです。多分そうですね。多分自分がうまくいってないといけないですよ。そうそう、集中してない。はい、もう自分が良かったらもうそんなん構え構えってなりますから。わかる、はい、ちょっと大きな心になりますよ、ね、大きな心になりますそうです、ね、自分悪いとなんかちっちゃくなっちゃうっていう。キャプテンよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。文句だけは減らしてくださいね。じゃあちょっと白鳥先生お願いします。はい、はい、白鳥さんはまあ、最近メンバー入ってないんですけども、どうですか？すごいもざっくりやね。そうですね、頑張りたいと思ってるんですけど、いや早くゴールマジで決めたいんですけど。もう練習ではね、だってもう少しと決めてますもんね。練習でも全然そんなことないんですけど。決めてないですか？全然決めてないんです。だからダメなんですけど。だからダメなんですけど。頑張ります。でもね、すごいね、あの気合いの入ったプレーで、そうですね、練習中からもうガスガスいってますから、はい、はい、そして五郎選手ですね、はい、五郎選手、五郎選手、なんかあの言いたいこと言ってくださいね。体格が過ぎじゃないですか、本当、泣けましたね。どうですか、じゃあ、怪我まあして、どこ怪我してるんでしたっけ、左の腿裏、ね、腿の裏です、今はもう大丈夫なんですか、はい、さっき言ったと思うんですけど、練習から、練習にはもう参加してるんですか。さっき言ったと思うんですけど、今週から合流してるってことですね。でも全部合流してると。はい、もう全部合流してる。で、とりあえず、誰のポジションを奪います。いや、今日はちょっと、隣の隣ぐらいにちょっと言い出るんですけども、はい、普段だったら試合に出てると思うんですけど、はい、そこをこう、ガッてこう。ああ、いいですね。感情。はい。皆さん、来ました？今、いいですよ、こういうの。だけど、藤本力を蹴散らすぞと。まあ、まあ、そうなりますね。そうですね。そうですね。そういうのちょっと若手がさ、もっと来てくんないとさ、そうやね、もっと来いよみたいな感じでしょ、やっぱり。そうやね。うん。どうなんやろね。でも分からん。まあ、よう分からんな。まあ、切磋琢磨の場が、整ったところで、はい、クイズに参りたいと思います。ここから、ロアッソ熊本に関するクイズを3問出します。